こんにちは、ナクサがデイリーで毎日12個いるので、緊急用に15個取れるコースというか、適当に取ったら15だったので紹介します。まず、このタタラのバリア内だった場所は、かなりナクサが落ちています。適当に散策して9個取れました。急がないと。無礼者は必ず制裁される。どこにいるのか。種で栽培できるけど、正直稲妻ダメージ受ける要素多いから、料理安定な気がする。あ、ちなみにこの動画は無限採取動画とかではないので、有限でしかも特産物だから2日かかるから注意だね。行こうよ。急がないと。はい、これで9個取れました。ここからワープします。このビリビリの木の根元に3本生えます。残念ながら、昨日取ってしまったので今日はポップしてませんでした。23時間くらい前だったかな?まあ、この木の周りに3個も生えているので、おすすめスポットの一つです。で、最後なる神神社のところから行きます。この、ダムの部分に3つ、そして、道脇に1つあります。はい、これで終わり。適当に作っただけなので、ちゃんとしたのが上がるのを待ちます。あとは、コンタ村の井戸の祠付近とか、中見大社周りのスポットとかありますが、あんま覚えていなかったので、載せませんでいた。ということで付け焼き場の15個採取スポットでした。お疲れ様でした。